梵字、それはサンスクリット語を由来とする奇妙な形の文字。仏そのものを表す神聖なその文字は、一つ一つに仏教における大切な意味が込められています。墓石や寺院に刻まれる神秘の文字は一体何を表しているのでしょう。こんにちは、Mちゃんです。今回は2024年8月14日の生配信より、古く伝わる謎の文字、梵字の正体をご紹介します。どうぞお楽しみください。はい、梵字っていうのはですね、今画面にも出てますけれども、古代インド語を表すための文字になります。一つには、あの、音の表現なんですが、それだけではなくて、あの、象徴する如来ですとか菩薩、あるいは大切な意味が含まれているんですね。古代インドで使われていた言語の一つにサンスクリット語がありますけれども、この多くの仏教経典がこの言葉で記されているんですね。で、日本とか中国においては、そのサンスクリット語を梵語っていうふうに呼びました。梵っていうのは梵天、つまりブラフマーのことなんです。ブラフマーっていうのは、あの、ヒンドゥー教の創造神ですけれども、仏教においては梵天っていうふうに呼ばれます。その最高神であるブラフマー、創造神ですね。ブラフマー、そしてヴィシュヌという名の維持神、そしてシヴァ、破壊神。この三中のうち、ブラフマーによってサンスクリット語が創造されたっていうところから、梵語というふうに呼ばれました。そしてですね、この梵語を書き写す際に使われていた文字というのが、梵字ということになりますが、厳密に言うと、日本で広まったのは、七端文字になります。ブラフマが創造した文字っていうのを意味するブラフミ文字から派生したシッタマートリカー文字っていうのがありまして、そのシッタマートリカー文字の編集が日本に伝来してシッタン文字になって広まりました。はい、ちょっとややこしいですけどね。で、奈良時代に仏教の伝来とともに、梵字も古代中国を経由して日本に来ました。で、平安時代になると、天台宗の開祖、最澄ですとか、あとは真言宗の開祖、空海によって、梵字で書かれた経典が古代中国から日本に入ってきます。で、仏教僧たちは、梵字を研究して修行などにも取り入れて、そうやって仏教との結びつきがどんどん強くなりました。はい、そんな梵字は今日のお寺とか、それからお墓にも見られます。はい、この先はですね、宗派とかによって違いはあるんですけれども、その一例をご紹介しますと、はい、あの、ゆるいイラストでお送りしております。はい、まずは、あの、供養塔とかお墓として使われる塔の一種、あの、五輪塔と言います。これが下から四角、丸、三角、半球、そして先の尖った丸、あるいは、あの、尖ってないお団子型の場合もありますけれども、これが積み上がったような形をしていますね。で、この5つがそれぞれ意味を持っていまして、大地の地、そして水、火、風、空、すなわち地、水、火、
ふ、く、を表していると言われています。で、そしてこれと同時に、これと同様に、それぞれを表す梵字も彫られているんですね。で、この5つが、仏教において、あらゆる世界を構成する5つの要素、五代を表していると言います。はい。で、お次は、このお墓に立っている、文字の書かれた棒のようなものが、思い浮かばれますかね。外場、あるいは外場とも言われますが、別名を塔場とも言いまして、もともとはサンスクリット語のストゥーパに由来します。追善供養のために梵字とか、それから名号、戒名、俗名などが書かれている棒になりますが、これはこの五輪塔を模していて、で、上の方が塔の形になってて、同様に地、水、火、風、空の五代が表されています。この形の、これほど形は出てないですけども、少しこう、ギザギザしたくぼみが、棒の先の方にあるかと思いますけども、それぞれのそのくぼみの形も違ったりして、この形の通りに、見えるようになっているっていうものですね。墓石なんですが、死後の安寧を願って、宗派のご本尊を表す梵字が彫られています。梵字にはですね、一つ一つに、先ほども申しましたが、象徴する如来とか、菩薩の意味があるんですね。で、お墓に書かれている文字が、その宗派などによって様々なんですが、例えば天台宗では、この左側のアって言われるもの、もしくはこの右のキリイク。で、これが阿弥陀如来のことを表します。真言宗では、アといってこれは大日如来を表す文字になります。で、浄土宗においてはキリイク、阿弥陀如来を表します。そして浄土真宗では梵字を使いません。こういう感じで、全くもってバラバラなんですね。ただし、小さい子供とか、僧侶のお墓については例外で、これ以外の文字が彫られたりします。例えば、子供のお墓には、かっていう、地蔵菩薩を表す文字が彫られるんですけれども、地蔵菩薩というのはですね、これもちらっと、地獄の十王の動画でお話ししたんですが、幼くして死んでしまった子供の魂を救うものとされています。地獄の入り口にあると言われる賽の河原。賽を投げるっていうその賽ですね。賽の河原という川の岸辺で、子供たちは、石を積み上げて、行かなくちゃいけないんですが、これを地獄の鬼たちが完成の直前でこう何度も何度もこう崩してくるんですね。そのせいで子供たちはみんな苦しめられているんです。これはですね、親よりも先に死んでしまったことで悲しませてしまったその罪を咎められているんですが、そんな子供たちを、やがて救うと言われる地蔵菩薩がいるので、その地蔵菩薩を表すかっていう文字が彫られているんですね。実は、その地蔵菩薩は、地獄の閻魔王の化身であると言われています。はい。ですね。こんな感じでですね。いろんなこういった不思議な形の文字が見られるのはこういった背景があるよということでした。で、ちなみにその地蔵っていう言葉はサンスクリット語、梵語の
クシティガルバっていう言葉に由来するんですが、クシティが大地で、ガルバは胎盤の胎で、大地の母体っていう意味をするそうです。こんな感じで、ごくごく一部の文字しかご紹介しておりませんけれども、この他にも本当にたくさんありまして、その意味も、例えば、あいうえおの最初の文字、あにあたるあじですね。この左のものですが、真言宗のお墓に彫られる文字なんですけども、これには、真理とか、世界の万物の根源とか、そういった、大きな意味もあるというふうに言われています。こんな感じで、いろんな意味を持つ、この梵字です。ぜひですね、ご興味ある方は、調べてみていただいたら面白いかと思います。そういう本もね、梵字に関する本とかもいっぱい出てますので、簡単ではありますが、以上が梵字のご紹介でございました。私 M のインスタグラムでは、動画に関連するトピックをイラストや写真とともに発信しています。概要欄のリンクからぜひ覗いてみてくださいね。 M チャンネルでは、世界に存在する不思議や都市伝説、神話などをご紹介します。この世の解明されていない謎に興味がある人は、今すぐチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。